今声がかすれている人、この病気に気をつけろ。皆さんこんにちは。今回なんですけれども、私の実体験をもとにこの病気についてお話ししたいと思います。どうぞ。はい、皆さん声帯結節って聞いたことありますか？はい、聞いたことない方もね多いかと思うのでご紹介していきたいと思うんですけれども、声帯結節とは発声に重要な働きをする声帯に生じる炎症性の硬いコブを指します。はい、声帯にできる一種のタコのようなもので、声帯の前方3分の1に発生することが多く、通常左右対称に発生します。実は私7年前くらいに声帯結節という病気にかかったことがあるんですね。で、それで私がかかってすごい大変な思いをしたので、今声がかすれてる人たちに対してこの動画を撮りたいなと思って撮らせていただきました。今声かすれてない人に関しても、今後ね私のような症状があった方はぜひね歌うことをやめていただきたいなと思います。私が鳴った時の症状をちょっとご紹介したいと思います。と、私がちょうど鳴った時はですね、風邪ひきました。今ちょっと私風邪気味でちょっと声がかすれているので、ちょうどこんな感じでかすれ声でガラガラしている声の時がありまして、その時にですね、風邪ひいてる時にこんなことするのどうやねんって思うと思うんですけど、風邪をひいてる時に無理に歌を歌ったんですね。はい、もちろんカラオケもそうですし、ライブだったりね、そういうところで歌を歌いまして、でその歌を歌った後に最悪なことが起きました。それはですね、今まで出ていた声がかすれて出なくなったんです。今もちょっとかすれてるんですけど、こんなどころではなくて、本当にもうおはよう、おはようみたいな、おはようも言えないみたいな、おはようみたいな。声帯結節でもまだ病状が浅い弱い方とかに関してはそこまでね声がかすれるわけではないんですけれども、例えば歌で言うと高音が出なくなったりとかするんですね。で、私の場合は結構その中でも病状が結構悪かった方でして、高音も出ないし普通の声が出なくなる、挨拶もできなくなってしまって、あ、これはやばいと思って病院に行ったんですよ。じゃあ見てもらったら声帯結節ですって言われて、みたいな、何それ、声帯ポリープとは違うのって思ったんですけど、声帯ポリープとは違って、声帯結節っていうのは喉の声帯にできるタコみたいなもので、ちょっとちっちゃいブツブツみたいなのがね、左右にあったんですね。それのせいで声帯で、声が出した時にかすれるっていうことに気づきました。でもうそれなってから、そこからがもう最悪やったんですよね。どう最悪だったかっていうと、2種類やり方があります。手術、この手術っていうのは早く治したい方にはおすすめって言われました。もう一つは自然治癒、もう本当に声を出さずにずっとずっと安静にしておくっていうやり方、この2種類だったんですけれども、私は本当は早く治したかったんですけど、手術をするとなんと声が変わる可能性があるって言われたんですね。いや、それは怖いと。だから自然治癒にして、もうできる限り喋らずに歌わずにっていうのでやっていたところ、治るまでなんと3ヶ月かかりました。はい、声がちゃんと出てちゃんと歌えるまで3ヶ月かかったんですね。もう歌い手さんだったりカラオケ大好きな方とか、もう声を仕事にされている方にとってはもうかなりの負担になるんですね、この声帯結節っていうのが。しかも治療方法がすごい、その私の先生がすごい厳しくて、でも厳しい方がねありがたいんですけれども、何が厳しかったかっていうと、声帯結節で声を出さないだけじゃなくて、音楽も聞いたらダメなんですよ。音楽を聞くと声帯も動いてしまうので、声帯が休められないということで、音楽聞いたらダメ、プラス人と喋ったらダメ、プラス音楽以外にもピアノとかも聞いたらダメって言われたんですよね、声帯が動いてしまうので。なので本当に3ヶ月間ぐらいの間人と全然喋らなくて、もちろんお仕事もできないので、仕事もできない状態で家にずっとこもっていたっていうね経験がありました。なので、ぜひね、今声がかすれている方、今後咳とかした後で結構声かすれる人っていると思うんですけれども、無理に絶対に歌わないようにしてください。そしてこの声帯結節っていう病気なんですけれども、主に女性に多い傾向があるようです。はい、
20代の女性、20代から30代の女性に多くて、男性は幼い時に声帯結節にかかりやすいみたいです。かかりやすい人はアナウンサーさんとか、アーティストさん、歌手、教師、保育士さんなど、よく声を出す方がね多いようなんです。他にもですね、私が声帯結節中にやっていた治療といえば、加湿器をつけて常に喉のね乾燥を防いでいました。本当にもこう一応お薬とかもいただいていたのはいたんですけれども、最終的に治すのは本当に自身の自然治癒のようでした。なので、どうかね声かすれている方がいらっしゃいましたら、無理に歌わずに、そしてこれからねコロナウイルス今すごい流行っていますので、その際咳いっぱいね出ます。で、咳が出た後にですね声かすれた状態で歌わないように、お願いいたします。ということでですね、今回の動画なんですけれども、とっても怖い声帯結節のご紹介をさせていただきました。これからも皆様にとってためになる情報をお伝えしていきたいなと思っております。この動画がいいなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。